おはようございます、私は今ベルリンの、モーテル1ベルリンハーケシャンマルクトというところに泊まってます。あのおしゃれなあのホテルですね。ここから、窓を眺めて開けてみるとこんな感じ。もう本当にベルリンの真ん中で、朝はちょっとミーティングがあってミッテのカフェに来ました。ここすごい人気カフェで並んでましたね。美味しかったですね。あそことてもあのドイツらしい。はい、でこちら会場の一つ、アカデミーですね。パリジャープラッツです。こちら会場になります。あの黄色い旗がベルリンビエンナーレの旗ですね。中に入ってみましょう。で今回のですねベルリンビエンナーレは会場が6カ所あります。一つは昨日行ったクンストベルケ、もう一つはですねこのアカデミーダクンストのパリジャープラッツ、もう一つがアカデミーダクンストの反省点ウェッグというところです。で他にもですねあの秘密警察 の元の場所スタージというところちょっと離れたところと、デコロナーレ、ですねなんかオフィスなんです。ここはですね本当はあの窓しかなくてあんまり面白くなかったです。ローゼンフレとかベルリンのアーティストですね。ちなみに音は息遣いだけです。ちなみに今回のメインのキュレーター、まあ、あのディレクターというかはですねカダー・アッティアというアルジェリア系の移民 のフランス人のアーティストです。で彼は今回 の展覧会のテーマをスティル・プレゼントといってあの、まあ、個人だとか社会だとかのいろんなトラウマ、そしてそれがいまだにその発言するといったようなテーマで、まあ、人々の記憶だったりとか政治的ないろいろな出来事をそういったことをテーマにした作品を選んでいるようです。でこの作品なんですがまあ、樹形図というか、まあ、何でしょうねこういうのなんて言うんですかね、樹形図でいいのかな、ネオコロニアルアライアンス、おなるほど、チャイナ、ロシアが中心となってインディア、タンザニア、ガーナ、エジプト、アルジェリア、キューバ。なるほどね。なんだろう。おお。なるほど。欧米のアートのインスティテューションとそういう第三世界とのつながりですね。なるほどね。アイカとかアイコムとかいろいろ書いてありますね。ちなみにですね、この、これらの作品のアーティストはモーゼス・マーツという人で、ビデオはまた別のアーティストになります。こちらはいろいろなその第三世界を含んだフェミニズムとか女性のオーガニゼーションとか のいろんな歴史図というかそういう感じですね。シスターフットインサポートオブシスターズインサウスアフリカとか、こちらは黒人 の人種差別主義反対運動 の図みたいです。こちらの作品は The School of Mutants というコレクティブですね。どこの国のコレクティブかな。ボリス・ロー、ハマーディン・ケーン、ルイ、もう、アフリカの方でしょうね。
こちらですね、資料展示なんですが、ヒューマンリメインズ、人の遺体などを展示する時の、いろんな美術館の、倫理的行動を示したものです。で、次の作品、ハイチの大地震で非常にたくさんの方が亡くなって、多くの死体がその溢れていたと。これビデオ作品も実はあって、ちょっとこれしか撮ってないんですけど、その時の、拾ったものとかみたいですね。で、実際拾った人骨も飾ってありました。で、こちら外に出て、イギリス大使館の外に、ベルリンなんですが、たくさんの人が集まってお花を添えてました。エリザベス女王が亡くなったこれ翌日だったんですね。はい、で今次に、Kindle コンテンポラリーアートセンターという元のビール醸造工場を変えたアートセンターです。で、これバスに乗ってるんですけど、すごいな、 USB 電源ついてるということで。はい、で着きました、こちらです。 Kindle、コンテンポラリーアートセンター、もともとはビールの醸造工場かなんか、でっかい工場なんですよね。で、ここは展覧会スペースとかミュージアムに2016年になったらしく、私ですね、その何年前かな、18か19年ぐらいに韓国の女性アーティストのヘゲヤンを見にここに来たんですね。で、すっごい素敵なカフェがあったりするんですよ。素晴らしいスペースです。やってるよね。今日はですね、中国のベルリン在住のアーティストの、展示があるということで、ここにやってきました。マナハトム、ああまだだね。フォーミングコミュニティーズベルリナウィージ、これですね。ああ9月22からなんだ。そっか。まあいいや。ここカフェなんですよね。すごい素敵なんです。なんか今日はイベントがあるということで、カフェはお休みなんですけど。で、こちら展覧会場着きました。こちらですね、東アジアの14人のベルリン在住のアーティストの展覧会で、まあ、彼らのコミュニティを作ったというような、まあ、ただどうでしょうね、コロナでいろいろみんな集まって喋って展覧会やったのかなっていう感じもするんですけど、キュレーターはリーゼンファさんですね、スイス在住の方です。わからないけど、とりあえずこれを撮る。ですね、この裏展覧会の一つかと思ったんですけど、実は違ってて、この Kindle の、ビデオプロジェクトのスペースだったんですね、このビデオは。でですね、ここちょっとまた違うとこ行ってますけど、ビデオすぐ見ますけど、このビデオがすごい面白くて、ガーノート・ウィーランドっていう人なんですけれども、実は今年亡くなって、これ最後の遺作になってしまったんですけど、仕事で船に乗っていた時に非常に重大な事故があって、彼はたった4人のサバイバー、生き残りだったそうなんですね。それから精神病院に入院して、その間にその間退院してから、入れ墨始めるんです。で、入れ墨がですね、彼が一緒に精神病院に入院してた時の友達のいろんな言葉やドローイングなんかを入れ墨にして、このビデオでは彼の半生と入れ墨と、すごい、とにかくね、面白かったです。すいません、その違う展覧会の話ばっかりしちゃいました。ちなみにこの展覧会ですけど、結構その重要なアーティストもいっぱい入ってまして、14人なんですが、さっきちょっと見えたのがアイザック・チョン・ワイ、香港の、パフォーマンスの、これですね、このアーティストで、これですね、パフォーマンスを後でビデオが入りますけど、知った、そのパフォーマンス しながらのドローイングというか、まあ、後でビデオ見たら分かります。で、この穴がなぜかアージャオですね。あとですね、チャオ・クファイ、チュンシュ、ファンポーポー、これファンポーポーっていうのはポルノフィルムのディレクターなんですね。で、ポルノフィルムのディレクターをしながらアーティストもやっているという、
あとハンセン、友達なんですけどびっくりしました。フーシェンユーとかベンノーヒンクス、カービーリンク、リャオエンフェン、ヤンジュンタック、韓国のアーティストも一人いますね。日本のアーティストはいません。で、今ちょっとさっき出たちょっと虹のあの椅子みたいなのがイークという人で、これがなんかあのすごいホットなんだとリゼンファが言ってました。ちなみにさっき話してたのが、さっきあの人が何人か4人ぐらい出てきたと思うんですけれども、あのそのうちの一人がキュレーターのリゼンファさんで、この後、みんなで、ご飯を食べに行きました。これがあのさっき話したアイザック・チョン・ワイのあのこのメイキングビデオというかですね、パフォーマンスも実際に人を入れてやったのかどうかわかりませんけど、このように作られた。そしてシーフード屋さんに来てしまいました。であの魚がいっぱいなんか揚げてあるのいいですけど運ばれてきました。50ユーロってびっくりしてます。今次のオープニングのある展覧会場エッサシッパーに向かってます。素敵な、すごい素敵な帽子屋さんがある。綺麗な人々が働いている。エッシャーシッパーというあのすごい大きいガレオに、コマーシャルガレオに着きました。すごい人ですね。もうコロナ関係なしって感じです。こちらのですね、あの縄とかを編んで作ってあるようなあの展示は、作家はジャック・ドーシェとノルベルト・ニコラという2人組です。でここ中に入ってくると、あの別の展覧会になってまして、ローザ・バルバという人のラディアント・エクスポージャーズ、相当大きい展覧会というか、まあ、あの大きい会場でですね、あの何でしょう、光とか、まあ、ビデオもあるんですけど、なんかローテックな感じ の, あの動くものとか、まあ、キネティックアートって言ったらいいんでしょうか、あのそういったものでも、プラスねテキストをすごい使ってて、ローザ・バルバって面白いアーティストだなと思いましたね。あんまりあの見たことがなかったですね。すごいたくさんの人が来てました。日本の友達と学芸員をやってる女の子の友達と会いましてびっくりしました。でこの日はここで、シンコとかタイのアーティストたちと待ち合わせをしてまして、この後ご飯に来ました。食べてばっかりです。でシンガポール対ベトナムの身の国籍の違う人とご飯食べまして、これチャイナシティというなぜか中華なんですけど、この猫のロボットが運んできます。で裏では休んでいるという、なんかでも中国っぽいですね、すごくね、この絵が。はい、じゃあベルリン2日目いかがでしたでしょうか。ビエンナーレ会場と、エッシャーシッパーコマーシャルギャラリーと、キンドルコンテンポラリーアートセンターなんかを巡りました。ではまた、このベルリン3日目もお楽しみに。ジュリアストチェックコレクションにも行きました。ではまた、香港生活百貨店でした。